こんにちは、です。今日はぴょんきを使って物理の授業で使える教材を作りましたので皆さんにご紹介します。これです。すスタートをしてまね。このような感じで横波が伝わっている様子を作ることができました。赤い鉢を見てみると上下に振動しているのが分かります。振動が少しずつずれることによって波の形が右に伝わっているのが分かりますね。下の赤いボタンを押すと このように波全体ゆっくりになるので授業で説明しやすくなりますまた青いボタンを押すとこのように振動がまた元に戻って赤と青でスピードの調整ができるというような形になっていますプログラムの中身を見てみましょう例えば R8 これは X が3 8なんですがこれです、ね、X が38というのはどこかというと ピョンキーの場合、中心が原点なので、この8の右にいる、この8ですね。この8の動きはどのようになっているかというと、このような形になっています。スタートはクリックされたら、ずっと x イコール30の場所で、y 座標だけはサイン関数で動かしてくださいと。でポイントはここです。時間を少しずらしてますね。t プラスマイナス30ということで、少しずらしています。えー、隣の8。 どうなってますかね見てみるとこのように隣の鉢は x=60 の場所にいますが t ス6 0のサインということで少し振動をずらしていますここがミソです一つ一つの鉢を少しずつずらして配置していくことによって波がうまく伝わりますまた赤い鉢を使って制御していますので赤い鉢を見てみますが その前に赤と青のボタンのちょっとスプライトを見てみると、まあ、こんな感じで赤の場合だとマウスがクリックされたら、えー、もしマウスポインター触れたら遅いっていうボタンを1にしてあげると遅いっていう変数ですねを1にしてあげる青だとこんな感じになってます、えー、触れたら遅いを0にするということでここで遅いっていう変数に1とか0を入れてスイッチをしています それでは、えー、ポイントの赤い見てみましょう中央にいるですがここにいろんな仕掛けがありますどんな仕掛けかというと、えーまあ、旗がクリックされたら時間を0にして、えー、ここにループが入っていますずっとこの鉢は原点にいるので 0y、えー、座標だけは振動させます、えー、これは単純にサインにしたいので t プラス 0,、t、0にしましたそしてもし遅いというスイッチを押さえていたら時間はプラス1ということで1秒ずつ増やしていきます もし違えば0だったらプということで時間はどんどんんのような感じでスイッチングをしているので鉢全体が速くなったり遅くなったりするという形になりますこれを応用すれば縦波を作ることもできます単純に横に振動させればいいだけなのではいこのような感じですねちょっと動かしてみましょう ここのような感じででも簡単に作ることができますまた速い押いも同じように押すとこうゆっくりになったり速くなったりというプログラムが作ることができますぴょんきだとこのように自由にプログラミングできるので物理の教材もサクサクと作ることができるのでとても便利ですもしよかったら触ってみてください